ブロラのお時間になりました。本日のテーマ、僕の奇跡をおすそ分け。まあ奇跡って、まあ奇跡ですから、まあ、何度も何度もあったら奇跡じゃないですよね。多分ね、もうないんじゃないかなとは思うんですよ。ね、あの、先月の話なんですけども、先月ですね、奇跡が起こりまして、まあ僕の YouTube チャンネルとか僕の発信活動からだと、まあ絶対まあ繋がらねえだろうみたいな人と繋がりまして、まあ僕のね、YouTube の再生数、例えばこのブロラも多分ほとんど100いってないし、数十ですよね。で、YouTube、このチャンネルに関しては9年ぐらい多分やってると思うんですけど、3万本やって1個も10万回回したことないんですよね。3万回アップして1個ぐらい10万回ぐらい回ってもいいと思うんですけど、まあ奇跡は起こらないですね。3万回やっても一度の奇跡、まあ10万回の再生が奇跡か言われると奇跡ではないとは思うんですよね。普通のその YouTuber で飯食ってる人からすると10万は奇跡じゃないですよね。でも僕って一度も回したことないですよね。そう、一応いろんな動画トライはしてるんですけどね。で、まあその ブランディング的にも何やってるか分かんない人だし、なんすかね、逆に僕とつながろうとは、まあその上の人ですよね。まあまあ、めちゃめちゃ上の人とつながったんですけど、上の人というかまあ、規模感覚ですよね。年商150億のビジネスオーナーさん、あとはまあ他にもね、20億とか30億の会社は数社のオーナー、まあエンジェル投資家をやられてる方なんですけど今ね、でオーナーとして、まああとまだあのコンテンツビジネスもやってるんですけど、ただコンテンツビジネスは01じゃなくて経営者とか起業家の人にまあこの教えるみたいな感じでやってる方とつながりまして、でその方とですね、対談ができたんですよ。で対談ができて、先月1回だけですかね、1回だけ裏メルマガで流したんですよ。1回だけそれ案内をね。でまあ1回流したんですけど、まあその後ね、どうしようかなってずっと悩んでたんですけど、まあなんだろうな、まあその対談を取った理由としては、もう商品をこうね、販売するためにその方知らない人多いので、なんで僕は依頼したんですよね。多分知らない人多いと思いますんで、一度ちょっと対談お願いできないですかみたいな。でまあいいよって言ってくれて、で対談取って、であと販売ももう終わったんですよ。で結論、価格がまあ普通の価格ではないので、普通の価格というか、まあまあなんだろうな、その経営者とか経営者とかだったらまあ別に、まあどうなんですかね、人それぞれなんで。ただそのなんかネットビジネス塾とか、そこら辺のコンサルとかの金額、一般的にその今市場で出回ってるネットビジネスでなんちゃらっていう商品の価格帯ではないので、まあ最初からね、販売する前からね、まあ売るのは難しいだろうなと思ってたんですけど、まあ結論売れなかったんですね、一本も。一般販売はね。で、一般販売で、まあ売れないのは、まあ想定できていたので、まあ裏でセールスをかけていて、もう稼いでる人たちですよね。で、一本売れたんですけど、で、一般販売はゼロでした。一本も売れませんでしたね。で、まあ、その、一応販売する目的で、まあ、取ったっていうのもあるんですけど、ただまあ、もともとその一般販売しても結構きついなと思ってたんで、その対談するときに、その01の話を結構ね、インタビューしたんですよ。どうすればその、ね、僕のお客さん01の人がやっぱ多いわけですから。なんで、まあ、それを、インタビューして聞いてって。で、コンテンツの内容としては、もうほとんどね、その案内じゃないんですよね。だから1割ぐらいはコンテンツみたいな、インタビューみたいな内容なので、これはまあ販売プロモーションもう終わってるんですよね。終わってるけども、まあ、見ても知らない人多いですね、今の人は。
なんで、まあ、どういう形でこれ見てもらうのがいいのかなっていうか、ずっと考えてたんですけど、ブログにね、入れました。ブログに。ブログに入れました。で、興味ある方はね、吉谷拓郎公式ブログの、ページをね、新しく作って、奇跡の対談。まあ、メニューカテゴリーの中に、奇跡の対談っていう。今、メニューカテゴリーは、38ページ目の秘密、究極の無料プレゼント、裏メルマガ、ライブ、お問い合わせ、パスワード、熟成の声。で、奇跡の対談っていうページをちょっと作ってメニューに入れたんで、まあ、興味ある方はね、ちょっとアクセスしていただいて、ちょっと見ていただくといいのかなと思います。で、まあ、この、まあ、プロモーションしてる時に、まあ、一度だけしか案内しなかったんですけど、案内し終わった後もね、結構メルマガ登録がありまして、まあ、もう一度しか案内してなかったんで、まあ、途中からね、登録された方は、まあ、絶対知らないし見れないので、まあ、見逃してしまったよとか、そんなのやってたのかとか知らない方はね、ちょっと興味ある人は、まあ見ていただければいいんじゃないかなと思います。ただ、販売はもう終わってるので、セールスも何もないです。で、セールスしたとしても多分買えないので、一般の人はね。だから、なんかその、売り込みとかはないです。はい、売り込みはないです。売り込んでも買えないでしょうっていう金額なんで。だけど、映像自体は、対談の映像自体は、ほぼ8割ぐらいは、9割はコンテンツ。僕がインタビューしてるんで、こういう状況の時にどうしたらいいですかとか、まあ、その方もね、ゼロの状態から、まず最初はコンテンツビジネスを始めて、で、今は、まあそんな感じなんですよ。そのビジネスオーナーみたいになってるんですけども、その過程のプロセス、どういうふうにこう、成功してったのかみたいな話も聞けるので、まあ興味あればとりあえず、まあアクセスして見てみてください。奇跡の対談というページ作ったので。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。